ございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。はい、今回ねやっぱ交流分析の話なんで、はい、まあ、交流分析って心理学の話になるんだけど、はい、ただねちょっと社会学的もしくはこう、はい、人類史的なものも絡んでちょっと考えてると大きいね、うん、はい、交流分析、いわ私とあなたといった場合にそれぞれエゴがある、はい、エゴは何でできてるかっていう、まあ、交流分析の考え方なんだけど、はい、親的なもの、はい、子供的なもの、はい、そしてこう成長していくにつれてこう出来上がっていくこう大人的なもの、はい、これがまあ私で他人も同じようにそれがありますよと。で交流分析では、こうペアレントもコントロールするペアレントもあります、まあ、要は強圧的にこうねいろんな人をコントロールしようとする、はい、であと、N、まあ、優しく、まあ、要は甘やかすみたいな感じの親もいる、はい、で子供も、アダプテッドチャイルドって、まあ、要は怒られたりすると順応するような怖いものでこう順応していく、はい、過剰に順応していく、はい、アダプテッドチャイルド。そしてあともう甘やかされると結構自由になるよね、はい、自由っていうかフリーチャイルド、はい、でこれとこれがぶつかり合う、まあ、このアダルトとアダルトでぶつかるじゃない、交流できれば OK なんだけど、はい、例えば こうじゃなくて、例えばこっちも N、 例えばコントロールペアレントとアダプテッドチャイルド、これ服従関係だよね、はい、こうだとどうもこの関係崩れていくよと、はい、まあ、当然子供親ってなってるんだけど大人の間もこれ起こってきます、はい、例えばねこういつも睨んだりとなったりする上司と、うん、もうそれビクビクしてそれに怯えてる部下、うん、はい、こういうのもあるよね、はい、でこれはあんまり健全じゃない で、 できればこういうふうに全ての人間関係がこういう大人と大人の関係であるとうまくいきますよっていう話なんだけど、うん、これがねちょっと人類的な話になるここからは、はい、これは個人的な話なんだけど、はい、人間と神の関係はどうだろうって話だよね、はい、罰する神みたいにいるよね、はい、なんかこう特にまあ、特定の宗教名言っちゃあれだけどユダヤ教何時何年にする流れ、うん、殺す流れとか盗む流れ、うん、これはコントロールペアレンツとアダプテッドチャイルド、はい、まあ要はそういうことすると罰するぞと、うん、罰が当たるぞ、はい、であとあれだよね日本的なものでもこれな罰が当たるってもそうなんだけどこれやると地獄に落ちるぞと、はい、うん、どうも人類とこの神の関係って全てじゃないよ、はい、これの関係に今ありますよね、はい、でこれが当たり前っていうか、はい、なってるんでちょっとこれまずくないですかって話だよね、はい、うん、でやはりということはこの関係性を使ってこれこっち神として人類とするでしょ、はい、そうするとこの関係性を使って間に入るまあ、教祖だとか宗教みたいな団体があってこれ利用し始めるんだよ、はい、この神の権威を使って、はいはい、うんうん、ここにねちょっと宗教の問題があるんじゃないかな、はい、であと人類の幼さを意味してるまだ、うん、分かる分かります、はい、うんうん、おそらく人類が進化するっていうのはここをこっからこの、CP と CA の関係からこの関係に行くことだろうね、はい、でもなんか違和感感じない？そうですね、はい、でこっちは絶対だと永久に死がない永久だと、はい、何でもできるとこっちは、はい、期限が決まっていて期限も命決まってるかもしれない、はい、やれることも決まっていて、はい、絶対的なものでは一切ないです。そうだね、もう本当宇宙のこの、はい、まあ無限のある時間に比べたらこの
70年80年の人生なんていうのはもう無に等しいかもしれない、はい、それが対等だっていう話だよね、うん、ちょっと考えられないんだけど、でもね僕かこう対等にしていかなきゃいけない、はい、でここにやっぱねこうなんていうかなこうでも利用できなくなるねこの間に多分、はい、そうですね、うん、対等だから、はい、でここがやっぱやはりねあの人間の成長もそうだと思わない、あのだんだんこれができるようになるんだよね誰、はい、そうですね、うん、でこれができる人間が成熟した人間なんだよね、はい、うん、これができない人間はおそらく、まあ、子供、はい、これがっていうかこのこういうペアレントと C の関係しか持てないような人間っていうのは社会に出て、うん、もうほとんど適用できないんだよね、はい、でどんどん人間関係崩れてて孤独になるんだけど、はい、これをいかに持てるか、はい、100人いたら99人とこういう関係持てる人が成熟するってことなんだよね、はい、なら人間と神の関係はどういうふうに考えればいいんですかっていうことなんだけど、こう2本目に行きますね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。